星夏美は埼玉県越谷市出身の日本の元競泳選手。2012年ロンドン2016年リオデジャネイロオリンピックの200メートルバタフライでに、大会連続銅メダルを獲得した。2015年世界水泳選手権では日本女子史上初となる金メダルを獲得。早稲田大学卒。競泳を始めたのは1歳半の時に ベビースイミング教室に通い出したのがきっかけだった。詐欺後小学校、栄心中学校を経て、春日部教泳高校に進学すると、1、2年の時には、インターハイの200メートルバタフライで2連覇を達成した。3年の時には、日本選手権200メートルバタフライ決勝で、高校新記録の2分07秒38を出して2位となり、北京オリンピック代表に選ばれた。 北京オリンピックでは準決勝まで進んだものの10位に終わった。2009年に早稲田大学スポーツ科学部に進学すると、学生選手権の200メートルバタフライでは3連覇、100メートルバタフライでは1年と3年の時に優勝を果たした。2009年のローマ世界選手権代表にはなれなかったが、2010年のアジア大会では200メートルバタフライで2位となった。 2011年は、東北地方太平洋沖地震の影響で中止された、日本水泳選手権の代替として開催された2011年度、競泳国際大会代表選手選考会の200メートルバタフライ決勝で2分06秒05の日本新記録を出して優勝し、上海で開催された世界選手権同種目の決勝では2分05秒91の日本新記録を出しながら、 三位の流行歌とわずか0.01秒差でメダルを逃した。2012年4月の日本水泳選手権200メートルバタフライ決勝では自身の日本記録を1秒22も更新する2分4秒69で優勝してロンドンオリンピック代表に選ばれた。この記録は去年の世界選手権の優勝タイムを0秒86も上回るものであった。 同年5月のジャパンオープン200メートルバタフライでは2分7秒45で優勝した。同年8月1日、ロンドンオリンピックの女子200メートルバタフライ決勝において、2分05秒48で3位に入り銅メダルを獲得した。綾野の国功労賞を受賞。2014年4月、陸上選手のリーン・ゲンキラと共に、水野に入社。2015年8月、 世界水泳の200メートルバタフライ決勝で競泳女子の日本選手として大会史上初の金メダルを獲得し、この種目でのリオデジャネイロオリンピック出場を内定させた。2016年の日本選手権では100メートルバタフライは2位にとどまったものの、200メートルバタフライでは2分06秒32で優勝して、リオデジャネイロオリンピック代表に選出された。 同年8月10日、リオデジャネイロオリンピックの女子200メートルバタフライ決勝において、2分5秒20で2大会連続の銅メダルを獲得した。2016年9月に、腰谷市民栄誉賞を受賞した。2016年10月4日、現役引退を表明した。2017年から、東洋大学の非常勤講師となる。2018年の東京マラソンに出場。 感想を果たした。16歳の時にバセドウ病に罹患して一時は泳げない時期もあった。甲状腺ホルモンの数値は安定していたものの3ヶ月に一度の定期検診と薬の服用が必要な体であった。2014年10月のアジア大会後、全身の倦怠感や疲れがひどくなり手術を決断。同年11月21日に甲状腺を全摘出した。 平井則正コーチからは、芯が強い。世の中、狼の皮を被った羊が多いが、彼女は羊の皮を被った狼だと評されている。2016年8月21日、星の闘病生活を支えた8歳年上の会社員の男性と結婚した。ありがとうございます。